クロイアッチ、ケツから来た、ケツから来た、クロイが来た。この富士スピードウェイを煙に包むというクロイアッチ、クロイイリュージョン、さあ見られるかどうか。今日はドライの中でクロイの1本目、おここはまずいい走りを見せようというところ。なかなかいい 300R ではありますが、スーッとまず1本目をこれまとめに来ましたね。きっちりとクロイ煙を出しながら立ち上がっていく、煙も動く状態。昨日は今季初優勝というところで、今日も2連勝を狙ってくるでしょう。川端雅人、ケツから進入、ケツから進入、ケツから進入。あれね、普通は1本やってから2本目じゃないですか。面白い、本当に。それでも攻めます川端雅人。さあ続いてまいりましょう、17番手です、クロイアッチ。さあなんとか決めないとベスト16には残らない。かなりの角度、かなりの角度、スピードある。さあクロイが、クロイが決める、決める。さあ踏み切ってクロイが決めた、土屋100点、クロイに1ポイント、 99.55、 トップ浮上です。さあこれを決めなくてはならない昨日の優勝者、川端の走り。この2本目はどう出るか。これも早い、それでも角度はつけてくる、スピードがある、振り返し、77トップ。すごい。いよいよ今シーズン最後の戦い。川さん、はい、そんな嬉しそうな息子の姿を見ているご両親の方、どちらでしょうか。どこかな、いらっしゃるはずですが、あ、いました、いました。お父さん、お母さんだ。頑張るで、頑張るでじゃないよ、本当に。2日続けて決勝まで勝ち上がってきた川端と、今まで一度も川端に負けたことがないクロイ、チームメートであり師弟関係の2人がどんなフィナーレを飾るのか。今シーズンを締めくくる最後の優勝者が決まる、川端雅人先行、あといクロイアッチ、ケツから来た、ケツから来た、クロイが来た。さあそこへ入る、クロイ君すごいところぶっ飛んできましたけれどもね。すごい、お、なんかうまくいってる。この走り1本目はゴムです。これゴムですよ、あなたたちみんな全員。これちょっと、それが何か、はい、あ、何かって言われて、それが何かって言われてもゴムですね、今のはね。これゴムでしょ、はい、どう見てもそんな訴えなくてくださいよ、ね、見たいでしょあんたたち。さあ今度は入れ替えの2本目、動き出してった。さあ入れ替えの2本目です、クロイアッチ。ここはあと川端さんだ、しかし危ない、危ない、危ない、そしてそれに対して失速した川端のミスもありました。あー戻った、すいません。クロイがちょっと角度をつけすぎて失速のところ、ここかなり危なかったんです、クロイスピン状態。しかし川端もそれを止めなきゃいけなかった、当てちゃいけないんで止めるためにちょっとまっすぐ気味になっちゃった。この辺にミスがありまして、さあちょっと、お、お、差はあるが、あーこれはコンマ5しかない。この戦いはもちろんサドンデース、いきましょう。さあファイナル、まずはサドンデスの1本目、動き出しました。川端は AT が前、後ろからクロイアッチ S1 さん、どうなる、どうなる、いやー同時ぶり、すごい角度の同時ぶり、振り返した、さあ入る、なんだ今の、クロイはスピンです。ところがそれをですね、川端に受け止めてもらったと。はい、楽しい、
アドバンテージ、川端が持っていきました。さあ今まで黒井に一度も勝ったことがない川端雅人、このまま昨日に引き続き2連勝決めるかどうか。さあ黒井先行、あと1川端で来たぞ。壊れた。なんか壊れてオイルすごい待ってる。クラッチをつないだ瞬間にゴーンとともにデフがブロー。最後の勝負で訪れたこの風に黒井も肩を落とす。どうやらこれお互い分かってるわけですね。じゃあそうですね、いうことですね。壊れた。最後まで走り切れず黒井無念のリタイア。ラウンド8 in 富士、優勝したのは優勝川端なんと2連勝。 And round 8 champion goes to Masato Kawabata。 最後の戦いは、まあっさりと壊れてついてしまいましたけれども、それでも思い切り戦いましたこの両者。いや疲れました。とにかく自分を産んでくれたお父さんお母さんありがとう。いいぞ。なんだよそんな親孝行、いいなおい。いいぞ。泣くな。なんだよ、泣いてんの。頑張った。自分が今こうやって D1 に参戦できてる、とてもお世話になってるトヨタ屋の皆さん、はい、そしてスポンサー各社の方々、はい、あと最後にうちの駒形社長、あまたすごい、あんまり怒らないでください。ありがとうございました。おめでとう。ありがとうございました。おめでとう。おめでとう。素晴らしい2連勝。 Tell me what's wrong and why you never said you felt that way。 Tell me what's wrong and why you never said you felt that way。